どうもエルザレットです。それではイーストワードをやっていきたいと思います。今回は第4章始めたてって感じだね。カレー弁当を届けいきたいと思います。お昼弁当とお昼ご飯届け作戦開始です。行こう行こう。そういえばさ、イザベルの部屋って入れないよね。イザベルが謎すぎてさ。ただマングがさ、なぜかイザベルを気にしてるのが気になるんだよな。確かに謎は多いけど。よくわかんないというかね。まあでも、イザベルの部屋は入れないか。イザベルもよくわかんないし、で、ソロモンに関しても、なんかたたり寄りのね、発言が多いし、なぜかカロンのことも知ってるっていう。そうなってくるとね、気になるよね。たたりの後の魚介類はとびきり美味しいってね。はあ。たたりの後。たたりの後魚介が美味しいってちょっと不思議だね。あー、よくよく考えたら文明発達してきてるのもあるけど、あれなんかな、その発達っていうか、発達したところに対して処理じゃないけどさ、文明がある程度発達しないようにたたりがあんのかな。自然破壊っていうかね、魚が美味しくなるっていうのは、なんかあるのかもしれないね。あ、爆弾ケース強化できないのか。どうしよっかな。爆弾アップグレードする？あ、銃はもうアップグレードできないんだもんね。弾薬ケースのアップでもいいなぁ。意外とね、足りないっていうね、バンバン売ってたら。で、弾薬は最大。60が最大か。あぁ。普通の修理パーツ欲しいね。強化の制限かかるなぁ。制御室、制御室。これ、ファストトラベルでいけたかもしれんな。買わないからさ。使わなすぎて、ね。あ、いや、そんなことない。すんません、親分。俺が油断したせいで。あ、え？直せるか？半日以上かかりそうです。うわ、腹ペコだよ、あの二人。長すぎる。異常事態だぞ。アルバ、どう思う？大したことはなさそうだけど、今は手が空いてないし、どういうことですか？に、ソニックボーイさんも、また会ったね。ソニックなんだと？あーははは、偶然だね。友人の社のエレベーターが壊れたみたいなんだ。ここに、じゃなくて制御室に行く方法は一つだけ。町の外から回り道しなきゃいけない。メンテナンス通路から行けるよ。ひまわり坂の出口を出てすぐのところだ。了解。じゃんけんけん、目的地変更だよ。メンテナンス通路に行こう。メンテナンス通路？どこそれ？戻っていい？会話ねえかな？ねえのかあったらよかったんだけど。アルバのカレー熱は高まるって。まあそうだけど、冷めちゃうよね。ひまわり坂。ああ、こっちからか。ってことは、ほら、ほんと、何回前かな。初めてさ、機械施設みたいなところに行ったんだよね。ここ到着した時、そん時になんか行けなかったところというか、
通れなかったところあるから多分そこなんだろうな。飯作っとくか。できれば作ったことないやつ。お、未発見レシピ。これで OK。お、魚2つ。フルーツパイ。しかもあれだ、アーマーか。体力増加だね。丸くはない。ジャガー、タマー。あと、カレーっぽいやつ。ジャガー、タマー。肉？あー、ポークチョップになるか。ってことは、これもポークチョップ。人参とかありそうだけどね。未発見レシピだって。で、辛くしようか。あ、惜しい。あ、でも魚2つこれでもいいんだ。まあまあ、久しぶりにね、料理も作らないとね。野菜炒め。ああ、でもあれだ、今ハートの数増えたね。伸びるんだ長所が。あ、しかも野菜炒め一番最初のやつじゃん。よし、行こう行こう。多分、あ、やっぱここだね。オッケーオッケー。弾薬、魚、魚落としてくれるんだ、ありがたいね。あとはここか、やっぱ。おー、いたいた。ソニックボーイさん、今日はよく会うね。渡したいものがあったんだ。何でしょう。え、何これ、爆弾？浮遊爆弾だって。ドクロマークついてるからもしやと思ったけど。浮遊爆弾だ。風船の中に火薬を詰まってて、ははは。近くの敵を自動的に探し出すんだ。めっちゃ便利。普通の爆弾より威力は弱いけど、物を燃やすぐらいならできる。あそこの発電機を試してみるといいよ。お。あれ？こんな状態になってたの？俺が来た時こんなことなかったよね。やけどしないように気をつけて。チャレにならないから。まあ、確かにね。チャージ攻撃で浮遊爆弾を打ち込む。ああ、なるほど。そういうことか。爆弾が久しぶりすぎてね。はい。おほう。あ、なるほど。結構な消費で。結構な消費だね。あー、あ、これ多分使うんだろうな、ギミックな。
抜け出しないように気をつけて。あ、そっから話してたんだね。チャレにならないから。ああ、あのカレー早く食べたい。まあ、ここでちゃんとネタバレしてくるんだね、ソニックボーイのね。イザベル、2号加速器の状態は？とりあえず直したわ。でも変なのよ。今回の損傷は偶然とは思えない。誰かがわざと火をつけたような痕跡だわ。わざと。火を。でも一般の人はあの場所に入れないはずよ。な、今のは？ちゅうことはやっぱソロモンか。リー、状況報告して。なんだ？揺れ、ダーム揺れ。お前た、います。遺品。愛し。たたりだ。はあ、たたりが来てるの。早く風を。ダム城の皆さん、アルバです。タタリが再度発生、町に向かっています。直ちにゼニアに避難してください。直ちにゼニアに避難して、早く。イザベル、使用時間は30分。いや、あと20分。そんなに？それじゃ間に合わない。私も手伝うわ。こっからダムの中に入れるみたいだね。なんだか秘密の通路みたい。町長の家にあったのと似てる。あー、確かに。何今の？今どうしたんだろう。ダム城の皆さん、アルバです。たたりが再度発生、町に向かっています。直ちにゼニアに避難してください。直ちにゼニアに避難して、早く。アルバだ。ジョン、早く制御室に行こう。私たちの助けを待ってるよ。そうだね。行かないと。マジか。たたりそんな高頻度で来るんだね。うわぁ。もう使ってくださいと言わんばかりの。ちょっとね、それね。ちょっとね。それ爆発するよね。よらーって。これはダメだって。いくらなんでも。あんちゃんかわいそうじゃん。もうシステムにはめられたね。完全にね。マジで、サンちゃんかわいそうじゃないか。あ、これ上から見えてたところか。何もない。爆弾も出なかったか。もう一回入ってみよう。ないか。そんな復活することはないんだね。これは困ったことになった。うわうわー、暴走してる。誰がダムにこんなものを取り付けたんだ。ソニックボーイ、どうしたの。手強い敵がいるの。いや、君たちか。実は、モンスターがこの辺りに急に現れたんだ。誰かが妙なカラクリを取り付けたらしい。でもやっぱソロモンだな。ソロモン来てからだもんね。しかも普通の攻撃じゃ全く効かないんだ。あの黒い殻。高密度のエネルギーを注入できたら。エネルギー、サンちゃんか。私にやらせて。何か手があるの？気をつけてくれよ。エネルギーをポン！驚いた。やったぞ。不思議なからくりだ。3はそれ以上だ。さっきのは何だ？いやいや、今はそれどころじゃない。早く制御室に。アルバたちが助けが必要だ。行こう行こう。ワンチャンパートですね。ただ、一時的にだもんな。ほい。いっそげ、いっそげ。何かいる。何かいる。
ああ、そういうことか。下ろして、はい、乗ります、動かして、はい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 。ああなるほど、下ろした方が早そうだね。しゃじゃ、オッケー。卵。こうだね。あー、そっかそっか。置いてかないといけないから。はい、行こう。暗いねー。スイッチオン。おお、モンスターがほんと出てるじゃん。ああ、水門ね。あ、強い強い強い、強くなってる。なるほど。あれか、モンスターが強すぎただけか。いや、ちょっと待った。あるな。こうなったら、サンちゃんちょっと、お願いするわ。で、パーツゲット。これで強化一応できるね。うい、上がれない上がれない。さあ合流。あー、ほい、これもらってなかったらね、クリアできないよね。やば。いやー、それはいかんやろ。それはそんな強い攻撃する？もう画面真っ暗で何も見えないだろうけどね。ちなみに、あれか。はあ。こうして。いた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 。いた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 。いけいけいけ。いけ。強いね。やばいやばい、その攻撃がやべえ。あー、攻撃できないんだね。へえ。やっと見つけた、ソニックボーイ。分かれ道だらけなの。制御室へ行くにはどうすればいいのかな。心配ない、教えてあげるよ。このトンネルの中にダムの中央水門があるんだ。それを開けば封じの動力が賄えるはずだ。そうなの？分かった、すぐ見つけるね。ちょっと待って、まず下水道の水門が開かないと。あー、やっぱ水力なんだ。水圧でダムが崩壊してしまう。上層と下層両方の水門を開ける必要がある。水門には右と左のエレベーターに乗っていって。 OK。まあ、左右をやってからっていう話だね。あ、セーブポイントある。君は強くなった。だが強くなることが君の目的ではない。そうだろ。
そこではないな、確かにな。料理は一旦置いとこっか。これ下は何？ダム仮装。ボム。おお。大量に取って、いていて、遅かった、一回攻撃。はい。流れが変わります。あ、でもいるわ、あのスライムみたいなの。あー、ちょっと待った。しかも、あれだね、今のやつは復活するんだね。あー、いけない。じゃあ下が正解か。いやーば。多分ね、置いたら飛んでいくと思うんやけど。マジか。はい。お？これ壊れたよね。あ、こっちじゃないと壊れないんだ。マジか。それは聞いてないね。じゃーん。ゴリ押し。完全なゴリ押しだったな。お宝ゲットして。ゴリしたらな。痛い痛い。やっぱそうだよね、3体いると合体しちゃうよね。しんどそうな相手だね。あ、いや違う、そういうことか。うん、ごめんごめん、ボタン操作がね。あー、とりあえずこれ、サンちゃんいないとダメかな。あー、置いていったー。いけたいけた、普通にいけた。強すぎんだよな。おお、そういう風になるの。壁当たって反射するんだ。そのギミックはわからんかったな。あ、爆弾がなくなっちゃったね。爆弾増やすのありだったな、弾薬よりね。でもパーツなかったしね。
反対側にいる。いた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 。サンちゃん一回回復してもらって、もう一回、オッケー。いやー、これ大変だなー。よし、オッケー。いやー、大変。お、爆弾、ナイスナイス。で爆弾の切り替えだけね、どうしても自分でしないといけないからね。あー、置いていかないとダメか。はい、来ました。そうだね、やっぱジョンがね。あ、危ない危ない。ぶっ飛ばして、で、これでサンちゃんが乗って、動かせると。あー、でもあれか、結局ぐるって回らないといけないから、サンちゃんと入れ替えか。そうだね。でジョンに代わって乗って動かして、この切り替えがなんともね。おい、これでオッケー。そこも下がる。よしよし、これでオッケーオッケー。あー、そこあるじゃん。ちょっと待った、あれ取りたいね。多分右下だろうね。右下にでっていう感じだろうな。回収できたら HP も回復するからさ、結構貴重だよね。あとなんだかんだハートがね、めっちゃいつ口上げる。いや、めちゃくちゃ弱いから何とも思ってなかったけど、あんな口開けられるとちょっと嫌だね。はい、あとジェル。あと一つ。ゴー。いやー、これはなかなか大変だね。あ、中ボス戦っぽい。やば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 。もう蹴散らしてやる。銃強っ。
これが正解だったな。いやー、サンちゃん取られると焦るわ。お、ファイヤーミント。これか、制御室は。そうだね、左の電力が通った。まあでもあれだよね、ダムのところにあるから理にかなったシステムだよね。よ、できてるわ。あ、でここに繋がるわけか。これ左切れでしょ。はい、隠し、おかんねー。いやー、なんだろうなー、多分ソロモンのせいだと思うんやけど、まあ、それもだけど敵が強すぎんだよね、雑魚が。なんだかんだ物資も足りないしね。ちょっとソニックボーイの読んどこう。まあ一旦セーブして、あ、でも回復系のアイテム売ってるとかそういうわけではないんだ。あ、そうだね。よし、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。まあとりあえず水門攻略って感じかな。まあ次回無事会えるといいけどね、イザベルとアルバにね。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。ではでは、また次回です。バイバーイ。